彼女を傷つけずに諦めさせる方法を教えてください原島さん35歳男性会社員の方です2ヶ月ほど前からアピールしてくれてる女性がいるのですが35歳で年収300万ちょっとしかなくこれからのことを考えるととても養っていける自信がありません彼女からはこれから上がっていくでしょ一緒に頑張ろうと言われてますが 今の仕事はルーティンワークのためこのまま勤務を続けていても将来的にそこまで上がることはまずないと思いますかつて上昇志向を持って入社した会社でパワハラやマワハラにあり、えー、離職した経験があり給料が低くても気楽の方がいいと思ってと今の仕事をしていると伝えてもいつかやる気がまた出るよと言われます気持ちは嬉しいのですがこんんな年収じゃ誰かとは過ごせませま彼女に対しては特に嫌悪感があるわけではなくむしろ こんな私に何でアピールしてくれるんだろうと思うくらいです。どうにか彼女を傷つけずに諦めてもらうためには、何と伝えて離れてもらうべきでしょうか。はい、という相談です。そうこれねちょ、ちょっとなゆちゃんとさっき話したら、なゆちゃんが原島さんは怖い男だよと言わ,言われて、私も、え、なんか、 恐怖人間なのってなったんだけど。<laughs> これまずみんな思うのが別に35歳で年収300万は別に普通だろっていうのはちょっともう。そういえばそうだね。普通の範囲内。うんうん、そうですね。うん。なんだけど原島のやべえところは、2ヶ月ほど前からアピールしてくれる女性がいるアピールしてくれる女性がいるってだけでなぜかもう結婚して養うってところまで考えちゃっているところなの。あそこダメなんだ。 <え>私はもう別にあなたに責任も特にないしこんな養ってやるなんて考えない無責任に付き合って無責任にセックスして <laughs>、うん、無責任に別れればいいんじゃないかと思ったんだがそういうことではなくて。全然思ってなないいかもしれないじゃんでも一緒に頑張ろうって言ってたよ。お前はもっと給料が上がるだろう一緒に頑張ろうって言われたって。 本当だということは結構なんか共にすごそうじゃないかみたいなことまだ付き合ってもいないのに言ってくる謎の女ってことじゃない <laughs> 本当だそう一緒に頑張ろうっていうのは一緒に友達としてとかなんか同僚とて,ていこうってことで原島のと一発やりたいだけかもしれないし一発やるだけなら年収じゃなくてチンポの硬さの方が大切なので。 その女の人は原島が年収300万なんてことは全然気にしてないかもしれない原島の体目当ての可能性もあるってこと <laughs> そうそういうことかうん確かにあとさ何だろうその諦めてもらうって何なのあの付き合った後に向こうが嫌だなと思ったら勝手に諦めるじゃないですかなんかちょっと原,原島違うかもって思ったら、うん、で勝手に諦めるよね しかかも多分傷つかないよ原島さんがちょっと駄目だなって思って彼女の方から離れたらつつも傷つかないと思うだから気にせずとりあえず硬いい鎮包で向かうのがいいんじゃないどうだろう、うんうん だって300万しかないかったとしてもうん、うん、このアピール女が別に2 3 0 0万円ぐらいのね仕事をしてたら世帯収入が5 6 0 0万ってことでしょしたらもう全然余裕じゃないそれって。確かにそうだわ、うん、なんでこんなに300万で,やっでもう結婚は絶対無理って思ってるのか分かんない。田舎だと 夫の給料300万で専業主婦が養ってるとかあじゃん全然友達は手取りで20万ちょっとで子供2人いて奥さんを養っていいよ。うん、だから大丈夫じゃない、まあ、生活はかなり苦しそうだけど別にスイッチとかも買ってやったりとかしてるみたいだしうんそんななんかすごい激しい格差を感じなかったけど、ね、苦しそうではあったが。 うん,うーんそうもんなもんじゃないどうないううんだろうねあとさこのさこの給料が低くても気楽な方がいいと思って今の仕事をしてるって言ってんのにいつかやる気がまた出てくるよってこのなんか人の話聞いてない感じの女 <laughs> 私は嫌かな あ、多分私も原島はこのなんか練習が自分が少ないとかじゃなくてこの女がすごく前向きに「一緒に頑張ろういつかやる気がまた出るよ」とか言ってくるのがもう嫌なんだと思う、うん、そう負担なんじゃないかなだって俺の練習究極お前に関係なくねって思ったりしちゃうじゃんこんなこと言われたらマジでサラリーマン頑張ったところで上がんないし本当にマジでそう。うん。 そうだなあ。まあ、この女、とりあえずねなんかとりあえずちょっとちょっとだけセックスしてみたり、それでいいんじゃないですか。うん、傷,傷つかないよ多分。うん、うん、大丈夫ですかねセ、うん、ックスしてセックスしたんだから結婚しろとか言われるんじゃないですか、ね。そしたらそんなそんななんか約束してないっつって。<laughs> うん、知らないっつってね300万しかないから結婚できない <laughs> おおいいね <laughs> でも転職する気ないって言えばいいじゃん、うん、ねえそうしたら、うん、向こうももうじゃあ辞めるか続けるかどっちかしか選べなくなるんだからさなんかでも原島さんその女のこと全然気に入ってなさそうだから、うん、もうどっちでもいいんじゃないしてもしなくても、うん、付き合っても付き合わなくても。 とにかくね年収300万で結婚を諦めるっていうのは他の年収300万の男性に対してもさっぐぐってなってなるる人いるよ<ー>ビッグダディとかさ参考にすればビッグダディ別にあんま収入なさそうだったけどねあの女もひっきりなしだったしそうだよ、うん、あと子供もやばいぐらいいたしさ、うん、<laughs> あなんかもうちょっと低いところを見たらビッグダディがいけるんだったら大丈夫だろうビッグダディ3人ぐらい結婚して。 結婚してるからねうん、うん、なんか原島さんビッグダディ目指しなよ <laughs> ビッグダディより全然いいよ300万あるしさ <laughs> ビッグダディなんてゼロだった時たくさんあるからね、うん、うんうんじゃあえー、そう離れてもらうべきかべきじゃないかはあのセックスした後にあき呆れさせて離れてもらうのがいいんじゃないですか、うん、はい <laughs> <laughs> それかかめめちゃめちゃゃなセックスをしてみるとかねああそうだねあとはね私が聞いた一番いいなって思った方法は一緒にね彼女の部屋とかに泊まった時に朝ねあのうんこを漏らしておくんだよあのベッドの上でそ,のそうすると大体女の人はねすぐ別れてくれるって、えー、モテ男が言ってた、えー、俺は別れたい女ができた時はあの朝寝ぐそをするごとにしてるっつって言った。<laughs> <laughs> みんなね、呆れてた、それ聞いた人はでも俺は全部この方法で別れてきたからっててえ、じゃあ何回もやってるのってなったけど一回やったらハードル下がるんだろうねねもう一回、もう一回この手使うかってなったのねというわけで、ねあの別れたくなったら寝グソしましょうそれも、それもあり